ギランバレー症候群、ギランバレー症候群、ギランバレー症候群、以下、GBS とキスルは、急性、多発性の熱神経炎の一つで、主に筋肉を動かす運動神経が障害され、死死に力が入らなくなる病気である。重症の場合の呼吸不全をきたし、この場合には一時的に、気管切開や人工呼吸器を要するが、予後はそれほど悪くない。日本では、 厚生労働省の治療研究、難治性疾患克服研究事業の対象となっているが、医療給付、難病医療費助成制度の対象ではない。1859年に、フランス人医師によって、上行性麻痺の一例という報告がなされた。その後この症例は、ランドリー上行性麻痺の一例と呼ばれている。九百十六年に、フランス人医師、 人が急性で、炭素性の運動麻痺をしたに症例を、髄液のタンパク細胞回離と脱髄を示唆する、電気整理所見と共に報告したことにより、ディランバレー症候群という名称が定着した。その後、欧米諸国では、急性炎症性脱髄性多発ニューロパチーアキュート、インフラマトリディマイロネティングパリンロパシーと、同義語として用いられてきた。 現在、ランドリー上高性麻痺の原因はエイドップであったと推定されている。1970年代より中国で初夏に流行する急性麻痺性疾患が認められた。当初チャイニーズパリリティックシンドロームと命名された。この疾患は末梢神経に脱髄やリンパ球浸順を伴わず、軸索編成が認められ1993年にアキュートモーターアクセネルニューロパチー、アマン。 急性運動軸索型ニューロパジーとして認識された。a ドップ、アマンともに先行感染を伴い、炭素性の経過をとり、発症後1から3週間で最大を迎え、その後自然警戒していく、また結晶交換など免疫学的な治療が有効なことから、GBS という概念で包括し、軸索型 GBS をアマン、脱髄型 GBS を a ドップと捉えるようになった。 このような歴史的経過から GBS の名称には以下の様々が混在している。欧米では GBS の90%がエイドップであるが、中国では65%がアマンであり、日本ではアマンが38%、エイドップが36%とされている。他の病形には感覚障害を伴うワムション、アキュートモーター、センサリーアクセネルニューロパチー、 急性運動間覚性ジックサク型ニューロッパ G、フィッシャー症候群などが知られている。特にイタリアでは GBS の35%がフィッシャー症候群と地域差が認められ、このフィッシャー症候群はギランバレー症候群の明けと考えられている。ギランバレー症候群が全身型の疾患であるのに対して同様の自己免疫が原因で、 末梢神経の障害が起こる疾患に、フィッシャー症候群やビッカースタッフ型脳幹脳炎があり、外眼筋麻痺、失調、深部反射低下などが見られる。PCB、フェルジエルセルビクル、ブラシャルウィークネス、陰頭系部上腕型 GBS という和形も知られて、折り陰頭筋、呼吸筋、筋イイ筋の筋力低下が特徴とされている。稀な疾患であり、 年間の発病率は10万人あたり1から2人程度とされる。ただ、厳密には前述するように複数の名称が混在しており、その解釈により増減する。上記のような原因が報告されている。特に60%以上の例で何らかの先行感染が認められる。特に因果関係がはっきりしているのは、サイトメガロウイルス、EB ウイルスなどのウイルスやマイコプラズマ、 カンピロバクターの4つである。カンピロバクターは GBS 発症の1週間前頃に下痢、サイトメガロウイルス、e b ウイルス、マイコプラズマは2週間前程度に蒸気動炎を先行感染として起こすことが多い。ワクチンの接種後の発症例も認められている。ワクチンの場合は3週間以上前のことが多い。よって GBS を疑った場合は1週間前に下痢をしなかったか。 二週間前に、咽頭痛や咳、鼻水といった風邪の症状はなかったのか、一ヶ月以内にワクチンの接種をしなかったのかと調査していく必要がある。カンピロバクターは全体の二重から三十パーセントを占める主要な先行感染であり、カンピロバクター後に GBS を発症する確率は0.1パーセントである。カンピロバクターの菌体のロース分子がガングリオシドと、 分子相当性持っており、感染源に対する抗体が誤って、事故の末梢神経も攻撃してしまうということによって、発症するという分子相当性疾患という概念が作られたが、その他の先行感染などでは、不明な点も多く、また先行感染が証明されない症例も多い。血清中の抗がんグリオシド抗体の上昇が50%から60%で認められる。 ガングリオシド抗体は SRL や近畿大学にて測定される。日本では2018年にカンピロバクターを原因とする食中毒患者でギランバレー症候群と診断された例がある。有髄神経の構造は電気的な興奮を伝える軸索が中心にあり、軸索の周囲を絶縁体である髄症が覆っている。ギランバレー症候群は 随症が障害される脱髄型と軸索そのものが障害される軸索障害型、両者が障害される混合型に分類できる。従来は脱髄型が多く生命予後、機能予後ともに良好とされていた。しかし、大規模調査の結果、日本では軸索障害型と混合型の割合が高く、長期的にも機能が完全には回復しない例も、 多いことが明らかとなってきた。軸作型、脱水型の特徴を以下にまとめる。1976年に、米国東部ニュージャージー州の陸軍基地で、H1N1 トンインフルエンザ、現在の新型インフルエンザとは異なるが発見された。スペイン風邪の原因が、豚インフルエンザと考えられていたので、大流行を防止するために4300万人に予防接種を行った、結果、 約四百4 0 0人がギランバレー症候群となり、25人が死亡したインフルエンザによる死亡は一人、1957年にも同様な現象が見られた。しかし、米国では予防接種の少ない時期でも、毎週80から160例の新規患者が発生していると、アメリカ疾病予防リセンターは述べている。全部症状として、咽頭発積、扁桃炎、急性血膜炎、 急性腸炎、感冒症状、咽頭痛や微熱などが見られる。これらの症状は通常は神経症状出現の1から3週間ほど前に認められる。前例の約3分の2で先行感染が認められる。症状の程度は様々だが、運動神経の障害がある時で、初発症状は下肢の筋力低下から起こることが多い。その後、 昔かから体幹部に向かい左右対称性に筋力低下や麻痺が上行する。四肢麻痺は遠位筋に強く現れる。呼吸筋の麻痺が発症すると人工呼吸器により呼吸管理が必要となることがある。運動神経の障害が主であるが軽度の感覚神経障害も発症する。特に異常感覚や神経元性疼痛が多く、指示療法が必要となることも多い。 その他、両側性の顔面神経麻痺や、外眼筋障害などといった、脳神経症状や、高温障害や、塩化障害などの多摩麻痺症状、自律神経障害を伴うことがある。自律神経障害は突然死の原因となり、麻痺による、長期化症は、肺高塞の原因となり、いずれも、致死的であり、注意が必要である。約7割の患者が、 半年以内に日常生活を送れるようになるが、重篤な場合は回復まで数年を要することもあり、回復しても手足の痺れなどの後遺症が残る場合があるという。パーキンソン病や脳血管障害では、両側性に病変が出現することは少ない。診断基準にはいくつか知られている。必要条件診断を支持する、初見診断を疑わせる、初見診断を除外する条件。 鑑別診断。必要条件診断を支持する、臨床所見診断を支持する検査所見診断を疑う、所見除外診断。ホラーの基準は、電気生理学的な診断基準であり、エ a d ップとアマンの区別においては、非常に有用である。2N 以上とは2つ以上の神経においてであり、ウルンは、正常上限、LLN は正常下限、DML は、運動神経炎遺線時。 MCV は、運動神経伝導速度。ダックマップは、遠遺刺激のクマップ振幅。ピークマップは、近遺刺激のクマップ振幅。TD は、時間的分散の増大である。死死で試行した方が、診断基準を満たす確率は高くなる。A ドップ、下記のいずれか一つを 2N 以上で満たす。アマン、蒸気診断基準を満たさず、ダックマップ 80%LLN であること。 GBS の重症度の指標として、ヒューズの運動機能尺度、ファンクショナルグレードが使用されることが多い。感染症の治療を行うことを基本とする。呼吸筋の障害が見られる患者に対しては、人工呼吸器を使用する。これら指示療法のほかに、いずれの治療法が効果的化についての明らかな根拠はない。血小交換が後遺症の軽減に有効であること。 免疫グロブリン療法が結晶交換と同等の効果があるとされている。これらの大規模調査はエイドップが90%を占める欧米で施行されており、アマンが多い日本や中国では異なる可能性がある。アマンに対しては免疫グロブリン療法が結晶交換にまっさるという意見もある。また結晶交換は特殊な設備が必要であり、2週間以内、 かつ早期治療という観点では、免疫グロブリン療法の方に分があると考えられている。結晶交換に関しても単純結晶交換、二重ろ過法、吸着法すべてが同等とされているが大規模試験は行われていない。かつて用いられたステロイド単独療法は行われなくなったが、免疫グロブリン療法とステロイドパルス療法の併用は 長期予防には有位さは認められなかったが、回復期間の短縮が図れる可能性が示唆されている。頻度として、アマンが多い日本では、標準療法として、免疫グロブリン療法とステロイドの併用を行うこともあり、その場合は、ソルメドロールなどのメチルプレドニゾロン 500mg5 日で、免疫グロブリン開始前に2時間かけて、点滴常駐で行われる場合が多い。 併用療法をしない場合は、重症感染症、管理不良の糖尿病、活動性異潰用、重篤な骨粗しょう症、緑内症、HBV キャリアなどがある。予後改善のため、長期にわたるリハビリテーションが必要となる。寝たきりによる褥瘡の予防、運動麻痺による関節拘縮の予防にも注意する。自律神経障害があれば、その管理も行う。 2018年には日本での多施設のランダム化比較試験によって免疫グロブリン療法に加えてエクリズマブを追加することで4週で自立歩行までの回復が61%偽薬では 45%24 週での走行可能までが72%偽薬では18%という結果が得られた楽しくご覧になりましたら購読と良いです クリックしてください。